トランスアクスルとは、トランスミッションとファイナルギアディファレンシャルギアを一体化した装置を指す自動車用語である。日産、GT、R トランスアクスルが模車軸側に配置されている。レクサス LFA のドライブトレイン左側が、フロントカウンターギアシー、トルクチューブを介した右側が、リアトランスアクスル。フロントエンジンフロントドライブ、リアエンジンリアドライブ。 ミッドシップエンジンリアドライブなどのエンジンが駆動輪に隣接する構成の自動車ではエンジンの縦置きを後期にかかわらず一般的に用いられている。またトランスミッションがエンジンと一体化して配置されていて駆動車軸のファイナルデフギアとは離れている。四輪駆動においては FF や RR をベースとするものでトランスファーを内蔵したトランスアクセルが用いられる。 FR をベースにミッション別体系トランスファーを用いる 4WD よりも安価でシンプルに 4WD を成立させられる利点があるがトランスミッションとファイナルデフギアが一体のケースに収められるためどうしてもハイポイドギア用に粘度の高いギアオイルが必要となりマニュアルトランスミッションにおいては変速時の操作感が悪くなりがちな欠点があるまた極端に 高粘度のギアオイルが必須である、機械式 LSD を組む場合においては、変速時の操作感を完全に犠牲にしなければならない、欠点も存在する。MR のフェラーリモンディアル T では、T アレンジメントとして、フェラーリ328までの横置きミッドシップの重量配分と操縦安定性に関する設計自由度の低さを改善するため、横置きトランスアクスルを踏襲しつつ、エンジンとクラッチを 縦置きとするレイアウトを採用。現在もスモール V8 シリーズにこのデザインを用いている。自動車においてトランスミッションをエンジンとは分離し、ファイナルデフギアと一体化して駆動車軸付近に配置する場合がある。多くは FR の前後重量配分の適正化のために採用されるが 4WD での採用例もある。スポーツカーや GT カーでは運動性と操縦性を高めるため、重量物を車両の中心に集めるとともに、前輪、後輪それぞれにかかる荷重を等しくすることが求められる。しかし一般的な FR レイアウトの車は、重量物であるトランスミッションを最大重量物であるエンジン直後に配置するため、重量配分がフロント寄りとなりやすい。FR で前後重量配分を均等化するためには、 エンジンとトランスミッションの位置を前車軸に対して後退させる方法がある。技術的なハードルは低いが、もともと重量が問題となるようなエンジンや、トランスミッションは概ね寸法が大きく、この方法で前後重量配分を均等化するには、ホイールベースの延長か、射出寸法の短縮かのいずれかとなる。車体剛性の低下や、車重増加を招くホイールベースや、前兆の延長、 あるいは車室やトランクの圧迫はスポーツカーにも GT カーにも好ましくない。そこでこれらの解決策としてトランスミッションを後車軸直前に配置する方法が考えられ小さく軽くまとめるためにトランスミッションとファイナルデフギアを一体化したトランスアクスルが利用された。このレイアウトにより重量配分は適正化できるがヨーイング方向やピッチング方向の完成モーメントは 小さくならず、トランスミッションが車両重心から遠ざかるためにむしろ大きくなる。この点では、ミッドシップエンジンレイアウトとは大きく異なる。このレイアウトにも、下記の欠点がある。これらの欠点よりも、前後重量配分の適正化が優先され、また対策にコストをかけることの許される、高額なスポーツカーや、GT カーに採用例が多い。上記のような欠点にもかかわらず、 国営時代のアルファロミオでは一般的な4度ダンにも採用していたことは特筆される。またコンパクトカーであるダフ6 6やボルボ3 0 0シリーズでも採用されているが、こちらは重量配分の適正化が主目的ではなく搭載したベルト式 CVT の構造によるものである。アメリカ車では1990年代後半の6代目コルベットより採用されているが、 その源流は、同じゼネラルモーターズ内の別部門であった、ポンティアックの4度アセダン、テンペストの初代モデルで採用された、ロープドライブである。ロープドライブは後に、デロリアン DMC-12 でその名を知られることと、なるジョン・デロリアンが発案したもので、エンジン後端とトランスアクスル前端を低くした、やや傾けられた状態で搭載し、その間を柔軟性を与えられた細いプロペラシャフトを、 用いて接続することで、プロペラシャフトの床面への張り出しをなくすことに成功していた。純然たるレーシングカーでは、1950年代中盤から1960年代後半にかけてニュージーランドグランプリや、同国のヒルクライムレースに参加していた、ライカミングスペシャルがトランスアクスルを採用していた。もともとは、航空機用の空冷水平対抗エンジンである。 ライカミング二2 9 0を自動車のシャーシに搭載するためのアイデアで自動車用として開発された水平対向エンジンよりもクランクシャフトの位置が高く変速機を取り付けることも元より考慮されていないことから一般的なホッチキスドライブ方式を取ることが困難な同エンジンの課題を解消するために考え出されたものであった。左右利用の 1> 各一本のベルトにより LSD 的にも機能するバリオマチックを搭載していたため5社軸付近に配置する必要があった h t t えいにしえおんと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 えいにしえ tv.net ありがとうございます。